時刻は8時を回りました。片町スクランブルーナイトということでインターネットでご覧の皆さん、そしてね、あの片町きららの大型ビジョンの方でもね、この番組は配信ということになっておりまして、片町キラきららは8時で閉店なんですけれども、はい片町きららの中の某スタジオからです、ね、生配信でお送りしてまいります。よろし,くお願いします司会の加藤豊ですそして はじめまして、竹澤萌子です。はい、よろしくお願いします。ます今日はこの二人でお送りするんですけれども、竹澤萌子はね、ねあの新 MC の中の一人ということで、はい、な,んとなんとなんとなんと簡単に自己紹介というか、僕の方から紹介しますと、趣味がスポーツ観戦、はい、そして観戦と絵を描くこと,、はい、と,と、はい、得意ですよ。うん、であと得意なことといえば。 シンクロナイズドスイミングです。はいということでね、そうなんです、小学校2年生から高校3年生までの10年間、選手を続けてました、うん。選手を続けていたということで、ヨがヨだったらね、ひょっとするとリオデジャネイロオリンピックでメダルを取っていたかもしれない。本当にこれは、ね そうなんですよ、うん、本当に高校生の時に一緒に合宿していたメンバーがリオオリンピックで銅メダルをこの間取ったので <laughs> もう本当に感動しましまたそれを聞いて僕はびっくりしてるんですけれども今までいろいろな特技を、ね、聞いてきたんですが特技がシンクロですっていう人は初めてでですすはいいなななかかよね,、うん、ねしかもモデルさんですから、はい、普段あんまり、ね、しゃべったりとかましてや逆立ちしたりなんていうケースはまずないでしょう。 あ、逆立ち私たまに逆立ちしたくなりますよ今でもラウェイでしたりするのラウェイはしないですよ入れとか、うん、プールとか <laughs> プールで逆立ちプールではい本当に本当に逆立ち逆立ちしたくなるんですはいということで、うん、ひょっとするとねこの番組の中で逆立ちをすることが出てくるかもしれませんけれどもはい、えー、こんな新 MC の竹澤萌子とですね私デモドリー MC の加藤豊でお送りしてまいります さあ今日が38回目の配信とということで簡単にねこの番組についてもご紹介をしたいと思うんですけれども、片町スクランブルナイト、ここですね、片町ソーシャルメディアスタジオっていうのが片町キララの中にありまして、そのスタジオからお送りしているわけなんですね。生配信という形なんですけれども、また、あ、まの情報とか話題をリアルタイムに、そしてつぶさにねお伝えしていく番組でもあり、情報発信基地でもあるわけなんですね。で月月月回の定期配信という形で毎月毎月旬の話 題をご紹介しているんですけれども、今日の片町スクランブルナイトは9月18日、これ片町キララのオープン記念日、はい、厳密に言うとプレーオープンが9月18日だったっていう感じなんですけども、うん、だ一周年の直前タイミングなんですよね。オープン一周年に合わせていろいろと企画も盛りだくさんのこの片町キララの情報を今日は中心にお送りしていきたいと思います。はい。で、この番組ぜひね参加してもらいたいんですね。はい。 はい、では視聴方法をお伝えします、はい、今ご覧になっている方はぜひツイッターやフェイスブックでお友達にも番組のことを教えてあげてくださいね視聴方法はパソコンの方はユーストリームのサイトで片町と検索すると片町スクランブルナイトのロゴが出てきますそちらをクリック、はい、スマートフォンの方はユーストリームのアプリをダウンロードして同じく片町で検索です、うん 商店街のホームページにアクセス。トップページの下に行くとユーストリームのウィンドウが出てきます。はい、YouTube ライブでも視聴できます。YouTube ライブの方は YouTube にアクセスしていただいて、片町で検索、うん、片町の YouTube チャンネルにアクセスしてください。そして現在配信中の YouTube ライブから視聴することができますよ。うん 片町の YouTube チャンネル登録も忘れずにお願いします。はい ねまあ、ユーストについても YouTube ライブでも片町、金沢片町で検索をしてもらいたいなということなんですね。はい、で、片町といえばスクランブル交差点があるわけなんですけれども、はい、まあその片町のスクランブル交差点よろしくこの番組にもねいろいろな皆さんが行き交って出演してくれるそんな番組になってますしお昼の片町と夜の片町これがねつぶさにわかるそんな番組になってますんで、はい、ぜひ時間の許す限りお付き合いをいただきたいなと思います。 はい、で皆さんからのツイッターとかのねこのメッセージこれも宛先ちょっとご紹介しておきましょうか絵の得意な竹澤萌子画伯が書きましたバーン半角井戸のいいじゃないですよ半角シャープで金沢片町 <laughs>、はい、お願いします、えーす、ねはい、シンクロ加藤が皆さんのメッセージをお待ちしておりますので <laughs> はい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますでは今日のメニューをご紹介していきましょうか 今日は来月オープン1周年を迎える「片町を大特集片町キララ」1周年直前スペシャルと題してお送りします、はい、そこでまずは片町キララから1周年を記念したイベントについてご紹介いただきます、うん、そして続いてはですね「金沢ロフト情報」お知らせもありますし、うんえー、結婚式場のアルカンシエル金沢からはなん,となんとなんとなんとビッグなプレゼントもありということで。 これれ息ついいてるよすすごい憧れですもんやっぱり結婚,結婚式場、ね、アルカンシエルのプレゼントでため息をつくといえばなんとなく想像もつくんじゃないかなと思うんですがこれはメモとペンのご用意はお忘れなくというう感じでしょうかねあとはですね前回、前々回も登場してくれましたサルバトーレ・クオモアンド・バール、ねえー、こちらもですね片町きらら1周年期間中のスペシャルな企画についてバ,バーンと発表がありますのでこれも要チェックですね。はい 片町キララ以外ではこの方たちも欠かせない存在になっておりますニューハーフパブガラシャ金沢店からニューハーフのお姉様たちお二人をお,お迎えしますよはもうきれいどころがせぞろいという感じになりますしあとはですね片町インフォメーション、えー、と9月の、ね、連休シルバーウィークに開催があります西川明かりテラスあとは明日から開催のオクトーバーフェスト これについての情報をがっちりとお送りしまますんでね、はい、まあなんせねこれからもう夏は終わってオリンピック終わって燃え尽きてる人多いかもしれないんですけれども、はい、まあ盛りだくさんですから片町、うん、金沢片町ぜひぜひねこの情報はこの番組でキャッチしてもらいたいなと思います。はい、という感じで内容を盛りだくさんの「片町スクランブルナイト」どうぞお楽しみに,お楽しみに